石鳥祭りの祭り社祭者は、三重県桑名市を中心に、伊勢湾北部に分布する石鳥祭りで引き回されるだし。三輪形式で、車輪をつなぐ、長江の後方上部に四本柱で構成する枠台を乗せ、その枠台の前方に階段を伏し、枠台上部に、日さげ灯や人形などの飾りを立て、枠台後方に、金、太鼓の楽器を据え、その楽器の保護に天幕を設けた。 独特の出し形式を言う。祭りの得意性から他の祭りの出しとは異なる点が随所に見られる。祭り者の後部側面に4から6丁の鐘を吊るし、後部正面に2尺3寸から3尺の太鼓を設置しこれらを各町内ごとの表紙に合わせて演奏しながら練り歩く。祭り者はあくまでも祥�の台車であり、他の祭りの太鼓台のように枠台の上に乗って演奏するものではない。 枠台の上での演奏を否定したことにより、太鼓の叩き出を主役として、残りの全ての人が脇役となる得意な形態の祭りとなっている。その他、夜間が主となる祭りのため暗いところで見せることを念頭に、祭り車装飾が行われている。近隣の祭りの出しと比較すると最高でも9尺弱とかなり小型である。後部に吊るされた太鼓を地面に立って叩くこと。 山形十二町で高さを確保したこと等から、祭り車本体を必要以上に大型化することがなかった。また戦前は、東海道と美濃海道、宮津、本町筋を除けば、高々二軒程度の道幅であったため大型化が、阻害されたと見ることもできる。祭り車正面に階段が設置されている。本来の目的は、昇降手段であるが現在は神様が登るための階段とされ、 締め縄を張る。一部の街を除いて、人は使用しない。当初、祭り車そのものが小型であったため、内部に昇降手段を確保できなかった。そのため正面に階段が設置された。戦後に再建された祭り車では、大型化したため奈落を通って上部に登ることも可能であるが、戦前の祭り車では、正面の階段以外に、枠大上部へのアクセス手段がないものもある。 ご所者形式の見渡しである。長居のことを鬼鬼鬼、男、にきと呼び前方を絞って、下に曲げる。また、車輪のことを浜と呼ぶ。江戸時代中期は、枠台の上に作り物を置き、四輪が主流であった。その後、引き回しの勘弁さを求めて三輪に変化した。証拠の演奏が主となる、祭りのために、祭り者の引き回しには、通常人足を雇う。引き回しに、 技術的要素、見どころは、全くない。近年は、前浜に補助輪をつけて運行する町もある。蝶津外構造による祭り写真柱の折れ曲がりの、様子6、4、2の、ひさげかりの上部に暗闘をつける。江戸時代中期に主流であった作り物は、次第に山形十二町のひさげかりに変化し、当初、一本物の,の新柱であったものが、 明治42年に電線が張り巡らされたことで一段目と二段目の間で折り曲げるようになった。電線が張り巡らされたことで作り物への復興があったようである。堤原の神宮皇后はこの時のものである。作り物については焼け残った町ガニが,2が町、戦前の再生ガニが,2が町、戦後の心臓ガニが,2が町の経録が町である。山形十二町については、 丸日下げ明かりが2が町、高張日下げ明かりが35が町である。また15が町が薄張りを使用する。新柱に綿皮柱を使用する町が23が町、ある。平成24年に宮北が薄張り12町を新調したため薄張り使用町内は16が町となった。降覧が大型である。高高旧社尺の祭り社の降覧としてはかなり大きい。 これは他の祭りの降覧が装飾目的以外に転落防止のフェンスの役割を果たすのに対し、石取り祭りでは山形操作のための足場としての役割を果たすためとの説がある。もともとは楽器の保護、日よけのための簡素な幕であったものが跳ね上げ機構を取り入れることで見、装幕の役割も担うようになり、次第に豪華になってきたと考えられる。天幕を照らすため、 および跳ね上げ時に天幕を照らすため周りに7から9丁のひさげ明かりを吊るす。幕に直接ひさげ等々の照明手段をつけることは他の祭りではあまり見られない。夜間照明として出汁の周りにひさげ明かりをつけるのが普通であるが、石鳥の場合は山形十二丁があるためろうそくをそのまま祭り車の周りに設置して夜間照明としてきた。 食材等も有刻になってから取り付けるのではなく、昼間の祭り車飾り付けの際に初めから取り付ける。よって昼夜による祭り車装飾の変化はない。戦後になり、電気を導入して、バッテリー、発電機などが使用されるようになってきたが、照明器具はろうそくを模したものが主流である。なお伝統ではなく、オイル、アルコール等の燃料を使った模擬ろうそくを使用する街もある。 ありがとうございます。